ペルベジーの北木です。本日もオンラインストアに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が明日21日の21時にアップされる商品になります。お問い合わせはオンラインストア掲載後によろしくお願いいたします。詳しいことは概要欄に貼ってあるのでご確認お願いいたします。本日も T シャツからご紹介いたします。チャンピオンティーですね。80年代トリコタグのエクストララージ88ボディの霜降りグレーですね。で、3段ブラックのプリントが入ります。はい、若干使用感はありますが、トータルで全然着用いただけるコンディションかなと思います。僕が若干ゆったりするサイズ感です。12,800円と消費税です。続いて本日いいチャンピオンティー多いですね。はい、こちら、バータグ70年代のエクストララージ88ボディですね。そして同じく霜降りグレーに3段赤の染み込みプリントが入ります。こちらは先ほどのものよりも程度がいいですね。エクストララージで僕がジャストからちょっとゆったりぐらいで着用できます。お値段が 15,800円と消費税です。で、続いてこちらですね、トリコタグのミディアム表記です。 75% コットンの 25% ポリエステルのボディですね。ちょっと変わったタグです。そして霜降りグレーのフットボールティーですね。はい、ラバープリントが2段入ります。こちら袖にスクリプトと C マークが入ります。変わった T シャツかなと思います。ミディアム表記で僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が 12,800円と消費税です。続いてもグレーボディですね。エクストララージトリコタグの88ボディです。そして2段黒と黄色の染み込みプリントが入ります。先ほどのグレーよりもちょっと濃いですね。ちょっと小穴はあるコンディションですが、いい雰囲気だと思います。エクストララージで僕がゆったりと着用できます。お値段が 12,800円と消費税です。続いて霜降りの水色ですね。こちらは、はい、エクストララージのトリコタグ88ボディです。そして同系色ネイビーのプリントが入ります。フィジカルエディキューションと入ってますね。はい、エクストララージで僕がゆったりと着用できます。お値段が 12,800円と消費税です。で、続いてチャンピオンティー続きます。同じくバータグ、バータグですね、すみません。そしてラージ表記の 100% コットンボディ、レモンイエローのような色味でサンフランシスコスヌーピーのプリントが入ります。はい、若干使用感はあるコンディションです。バックは無地ですね。ラージ表記で僕が70年代ジャストぐらいですかね、で着用できます。こちらで、9,800円と消費税です。続いてナイキの T シャツですね。はい、こちらコンタグ80年代です。エクストララージの表記ですね。ちょっと薄くはなっていますが、そしてフェードした墨黒のボディにエアジョーダンのプリントが赤で入ります。はい、若干生地が薄くなってはいますが、お好きな方多いところじゃないでしょうか。エクストララージで僕がゆったりと着用できます。お値段が 19,800円と消費税です。で、続いてネルを1着ご紹介いたします。いいブランドですね。キングコールのタグがつきます。そしてサイズ表記はこちらは見受けられませんね。はい、そしてブルーベースに白とイエローの配色ですね。ちょっとラウンドではありますが、ボックスに近いシルエットで、はい、着やすいシルエットじゃないでしょうか。身幅もたっぷりあります。こちらは僕がいい感じのサイズ感で着用できますね。お値段が、12,800円と消費税です。続いてかなりレアなシャツだと思います。ケニントンのタグがつきます。そしてサイズ表記がこちらですね。記載があったと思うんですが、ちょっと読み取りにくくなってしまってます。しっかりディズニーのコピーライトも入ってます。そしてミッキーマウスのプリントがオーバー、前面に入りますね。ストライプのパターンです。花柄とオールドのミッキーですね。めちゃくちゃ珍しいシャツだと思います。若干の焼けはありますが、いい雰囲気に仕上がってます。こちら僕がゆったり、若干ゆったり着用できるくらいのサイズ感ですね。お値段が 19,800円と消費税です。続いて黒シャンですね。はい、こちらワシントン DC のタグがついて、サイズ表記が16となっております。そして、黒のシャンブレですね。かなり状態はピンピンです。ちょっとシワが寄ってはいますが、そしてマチはつかないタイプですね。はい、60年代後半ぐらいかなと思います。16
の表記で僕がゆったりと着用できます。逆に古すぎないので着丈が長すぎないっていうので着用はしやすいんじゃないでしょうか。年代の分は安めです。29,800円と消費税です。で続いてギャバジンのシャツですね。はい、こちらのタグがつきます。サイズ表記がミディアムですね。でそしてバーガンディの色味で、ギャバジンですね。はい、ちょっとレイヨンも噛んでると思います。襟は長めの作りでかなり色気のあるシャツですね。そしてサイズ表記ミディアムで僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が 12,800円と消費税です。続いてスウェット類のご紹介です。こちら、はい、こちらのタグがつきます。 NHS ですね。そしてミディアム表記です。はい、そしてインディペンデントの、パーカーですね。ロゴが入って、そしてバッグにも入ります。はい、定番どころじゃないでしょうか。赤ボディいけてると思います。ミディアム表記ですが僕はゆったりと着用できるサイズ感です。お値段が 15,800円と消費税です。続いてリバースウィーブですね。こちらタグちょっとクシュッとなっていますが、エクストララージの刺繍タグですね。そしてリブラインが入る目なしのタイプです。グリーンと白のリブラインですね。コンディションはかなりいい方だと思います。まだまだ肉厚です。エクストララージで僕がゆったりと着用できるサイズ感です。リブラインのパターンだとちょっと丈が長すぎないので可愛らしく着れると思います。 19,800円と消費税です。続いて目なしですね。はい、こちらエクストララージの、刺繍タグ、そしてエンジボディの目なしです。目なし人気どころだと思います。こちらもコンディションはかなりいい方です。エクストララージで僕がダボっとゆったり着用できます。こちらで 25,800円と消費税です。続いても目なしですね。はい、刺繍タグのエクストララージです。そしてダートマスグリーンのタイプですね。はい、同じくコンディションはかなりいいです。裏地もふかふかしてます。エクストララージで同じくダボっと着用できます。25,800円と消費税です。続いて本日目なしかなりいいカラー多いですね。ミディアム表記ですね。そしてビビッドなピンクですね。はい、コンディションもかなりいいです。はい、ミディアム表記で僕がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらで 25,800円と消費税です。続いてイエローですね。同じく刺繍タグ、ミディアム表記です。はい、こちらもコンディションはかなりいいです。シミや汚れ等も見受けられません。ミディアム表記で先ほどと同じぐらいのサイズ感です。25,800円と消費税です。続いてパーカータイプですね。はい、ネイビーボディのトリコタグです。ミディアム表記ですね。ケアタグもしっかり残ってます。そして紐も完品ですね。オリジナルです。こちらは目付きのタイプですね。はい、トリコタグのミディアム表記です。僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が 17,800円と消費税です。で続いては同じくネイビーボディのプリントですね。はい、こちらはトリコタグの 2XL、 ケアタグもしっかり残ってます。紐もオリジナルで完品、2段のラバープリントで袖にも入ります。はい、そしてバックは無地ですね。こちら 2XL です。僕はかなりダボッと着用できるサイズ感です。お値段が 25,800円と消費税です。続いてはグレーボディです。こちらトリコタグのエクストララージですね。襟元が少しダメージにつながっていますが、はい、ラバープリント2段入ります。襟元ぐらいですね。袖口とは問題ありません。エクストララージで僕がゆったりと着用できます。お値段が 25,800円と消費税です。続いてグレーボディ、同じくグレーボディのトリコタグ、ラージ表記ですね。そしてコンディションはかなりいい方だと思います。シラキューズオレンジのプリント、オレンジとネイビーのラバープリントです。はい、状態は問題ないですね。こちらがラージ表記で僕が若干ゆったりと着用できるサイズ感です。お値段が 25,800円と消費税です。で続いてこちらですね。
はい、刺繍タグのエクストララージ表記です。こちらもコンディションはかなりいいですね。そして、はい、グレーとイエローの、ラバープリントです。はい、バックも同様のコンディションです。こちらはエクストララージ、僕がゆったりと着用できるサイズ感です。お値段が 25,800 円と消費税です。続いてスニーカーを1点ご紹介いたします。こちらコンバースのオールスターですね。はい、正常期のパターンです。そして内側のインソールもちょっと見えづらいと思うんですが、印字も残ってます。はい、でヒールパッチが赤のパターンですね。メイド USA の表記自体は削れてしまってます。そしてサイズ表記はこちら9になっております。はい、すり減りもちょっとはあるんですけど、まだまだ着用いただけるコンディションかなと思います。いい雰囲気です。お値段が 15,800円と消費税です。続いて遊歩道店で打ち出しているダービージャケットですね。こちら新品になるんですけれども、こちら赤のペイズリーのパターンですね。 2XL です。はい、こちら 45,800円と消費税です。でそしてこちらも新作ですね。はい、こちらフーデッドのモディファイが施された個体です。裏地は金のペイズリーですね。でこちら、サイズがミディアムと、もう一つが、ラージの表記のものがございます。同じく 45,800円と消費税です。続いてスウェット類をご紹介いたします。はい、こちらタグは欠損してしまってますね。ちょっとダメージが来ているコンディションではあります。そして、アラスカのプリントですね。3段ラバーで入ります。全体的に使用感があるコンディションにはなります。はい、ヴィンテージセットらしくていいと思います。こちらは僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が 15,800円と消費税です。続いてこちらですね。はい、チャンピオンのランナーズタグミディアム表記です。そしてこちらはネイビーのボディですね。生地かなり肉厚です。そして3段のラバープリントですね。はい、こちらも全体的に薬系ダメージ使用感があるコンディションにはなります。ミディアム表記で、僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が 25,800円と消費税です。続いてアイビーリーグハーバードです。はい、タグ自体は欠損してしまってます。そしてこちらはめ込みではありませんが、大きめの前振りのガゼットが入ります。そして染み込みでハーバードのプリントですね。交渉もしっかり入ります。はい、若干ですが、リブとボディがツートーンになってますね。こちらも使用感はちらほらあるコンディションです。こちらは、僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が 15,800円と消費税です。で続いてこちらですね、カーディガンです。ロバートブルースのタグがつきます。50アルパカ50ウールのコンボ率となっております。そしてネイビーボディでボタンはすべてオリジナルですね。完品です。こちらコンディションはかなりいい個体だと思います。表記がラージです。僕がゆったりと着用できるサイズ感です。お値段が 12,800円と消費税です。続いてこちらですね、ラルフローレンの、ラージ表記です。こちら 100% ラムウールのボディですね。そしてネイビーのパターンにマルチのボーダーが入ります。はい、かなりコンディションいいです。ラージ表記で僕がゆったりと着用できます。お値段が7,800円と消費税です。続いてテーラードのジャケットです。ラルフローレンのタグがつきます。はい、そして、サイズ表記はこちらは見受けられませんね。はい、そしてコットン地のシングルブレストのテーラードジャケットですね。三つポケのタイプです。はい、コットンの若干フェードしたいい雰囲気に仕上がってるんじゃないでしょうか。僕はゆったりと着用できるサイズ感です。お値段が9,800円と消費税です。続いてボアジャケですね。黒のボアジャケです。リーバイスのこちらのタグでミディアム表記となっております。はい、こちらいい感じにリーバイスの黒っていう感じの落ち方してますね。ですがダメージ汚れとはございません。ミディアム表記で僕が若干ゆったり着用できます。これからの季節にっていうアイテムですね。 15,800円と消費税です。
続いてこちらレイダースのジャケットです。こちらのタグがついてラージ表記となっております。そしてもちろん黒のボディですね。そしてレイダースのワッペンが胸元に入ります。袖はレザーの切り替えで、バックにドカンとワッペンが入ります。はい、こちらラージ表記ですね。年代が浅めの分かなり大きめの作りです。僕はダボット着用できます。お値段が 29,800 円と消費税です。続いてこちらですね、はい、カシミヤのコートになります。こちらのタグがつきますね。そしてサイズ表記は見受けられませんね。ネイビーのカシミヤのコートです。やっぱりカシミヤ触り心地がかなり高級感のある手触りですね。サラッとしてます。僕はかなり着丈長めでロングコートですね。ダボッと着用できます。大人のアイテムです。お値段が 19,800 円と消費税です。続いてミリタリーのアイテムですね。 M65 のフィールドジャケットです。こちらスモールショートのサイズ表記となっております。68年会計ですね。そして US アーミーのワッペンが胸元に入ってアルミジップのタイプですね。使用感はありますがまだ生地感パリッとしてます。そして何よりスモールショートっていうサイズ表記ですね。もともと大きめの作りなのでかなり需要の高いところだと思います。お値段が 15,800 円と消費税です。続いてこちら6号のフィッシュテールですね。サイズ表記がミディアム表記となっております。はい、82年会計です。こちらも、ミリタリーらしいいいフェード感に仕上がっていると思います。ですが致命的なダメージとは見受けられないですね。ミディアム表記で僕が、ゆったりと着用できる大きめのサイズ感です。こちらで、25,800 円と消費税です。続いて同じくフィッシュテールになるんですけれども、こちらは、M51 ですね。で、サイズ表記がミディアムでした。ちょっと外すのに手間がかかるんですけれども、ライニングともにミディアム表記です。はい、そしてフルセットですね。フードのライニングもしっかり残ってます。そしてポプリンの張りがまだまだあるコンディションですね。僕はダボット着用できます。やっぱりフルセットで集める出てくるっていうのはなかなか、珍しいことではないかなと思います。59,800 円と消費税です。続いてここからパンツ類をご紹介いたします。はい、こちらアーミーベイカーですね。はい、タグ自体はこちらは欠損してしまっております。そしてこちらアジャスターのつくファーストタイプですね。初期型です。はい、ベーカーらしいいいフェード感だと思います。実寸サイズでウエストが32インチ、レングスが30インチです。お値段が 15,800 円と消費税です。続いても同じくアーミーベーカーのファーストタイプです。こちらは、はい、サイズ表記ウエスト36インチ、レングスが33インチです。そして同じくアジャスターのつくファーストタイプです。実寸サイズで、こちらウエスト33インチ、レングスが29インチとなっております。股上深めの分、レングス短め嬉しいんではないでしょうか。 15,800 円と消費税です。続いてこちら、ファティーグですね。はい、サイズ表記が、ラージショートですね。はい、ウエストはかなり太めになります。こちらもリップストップ時のいいフェード感仕上がってる一着じゃないでしょうか。そしてそうですね、しっかりこちらのドローコードも残ってます。実寸サイズウエストが38インチ、レングスが27インチです。お値段が 12,800 円と消費税です。続いてこちらディキーズのワークパンツですね。ブラウンのデッドストックの個体となります。はい、フラッシャーもしっかり残ってます。そしてサイズが3632ですね。デッドストックなのでサイズは実寸で同じです。はい、こういったサイズ感になります。はい、お値段が9800円と消費税です。続いてリーバイスのこちらは後染めのオレンジのものですね。はい、ボタンフライの501です。そしてバッチ表記ウエストが32インチ、レングスが32インチです。赤タブもしっかり残ってます。はい、実寸サイズがこちらはウエスト、レングス変わらず32インチです。はい、インパクトのあるパンツかなと思います。9800円と消費税です。
で続いてここからヴィンテージ類、かなり今日クオリティ高いです。はい、こちらは対戦のオーバーオールですね。月桂樹ボタンが採用されています。でそして、かなり色味は深めのものではありますが、雰囲気としては完成している、リアルに着用できるイケてるオーバーオールなんじゃないでしょうか。実寸でウエストが32インチ、レングスが29インチとなっております。お値段が 49,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい、こちらもかなり色味の深いものになります。スイートオールのブランドですね。はい、そしてバッグのコンディションも問題ありません。こちらのプリントのタグがつきます。50年代頃だと思います。はい、コンディションはもう言うことないですね。ウエスト39インチ、レングスが24インチとなっております。上げられてはいるんですけれども、はい、お値段が 49,800 円と消費税です。続いてこちら、リーのオーバーオールですね。はい、ハウスマークタグがつきます。そして、ロングエールのボタンですね。40年代頃の一着かなと思います。バックのタグもしっかり残ってます。こちらは全体的に使用感があるコンディションではありますが、年代物らしい完成された雰囲気かなと思います。実寸でウエストが36インチ、レングスが30インチです。こちらでお値段が 59,800 円と消費税です。続いてこちら、リーバイスですね。はい、ボタンフライの501です。そして、パッチ、こちらは、29インチですかね。レングスが33インチです。そして赤タブスモール E のバックポケットラはチェーンス、シングルステッチですね。そしてボタン裏が6番の66前期の年代です。はい、こちらレングスは、しっかりオリジナルですね。もちろん耳付きです。そして、66前期だし明確な縦落ちの出た一着かなと思います。はい、ウエストが28インチです。レングスが30インチとなっております。お値段が 29,800 円と消費税です。続いてはこちらですね。はい、ボタンフライ42タロンがさ、ジッパーフライですね、42タロンが採用されてます。505ですね。パッチ自体は綺麗に欠損してしまっております。そして赤タブスモール E のバックポケット裏は、シングルステッチ、66前期と同じ年代ですね。505になります。はい、ヒゲがしっかり出ていていい落ちじゃないでしょうか。バックのハチノスもしっかり出てます。そしてレングスはこちらオリジナルですね。耳はつかない個体です。実寸でウエストが30インチ、レングスも30インチとなっております。お値段が 39,800 円と消費税です。続いてこちらですね。同じくジッパーフライ42タロンです。こちらも505ですね。はい、こちらウエストは29インチですかね。レングスは30インチの表記です。ちょっと薄くはなっていますが、そして赤タブしっかりビッグ E が確認できます。もちろん、シングルステッチです。そしてトップボタン裏はこちらの向きで5番の刻印が入っております。こちらもいい色落ちしてるんじゃないでしょうか。バックもいい雰囲気です。そしてレングスはオリジナルで同じく耳のつかない個体です。ウエスト29インチ、レングスも29インチとなっております。はい、お値段が 79,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい、ボタンフライの501です。そしてこちら隠しリベットのつくダブル X ですね。ポケット裏のスレーキのリベットはカッパーです。はい、そしてクシュッとなってはいるんですけれども、こちら、レザーパッチがしっかり残ってます。そして、はい、ビッグイの赤タブしっかり確認取れます。片面タブですね。そしてこちらですね、リベットの刻印の文字が中央には寄っていない細文字なので、片面タブでも50年代に入った頃のものなんじゃないかなと思います。はい、色味かなり深いです。バックも同様ですね。はい、そしてレングス自体はこちらは上げられてしまっているものになります。はい、
めちゃくちゃいい色味してますね。はい、レザーパッチらしい色味だと思います。こちらは実寸でウエストが35インチです。レングスが30インチとなっております。需要の高いサイズ感じゃないでしょうか。こちらで、69万8000円と消費税です。スペシャルです。続いてはこちらリーのデニムですね。はい、こちら101のジッパータイプ 101Z ですね。はい、肩爪のグリッパーが採用されてます。そして、センター、黒タグの年代ですね。50年代です。はい、そして、パッチもしっかり残っております。はい、レジスター MR 等は入らないピスネームしっかり残ってます。はい、でこちらもまだまだ濃い色味ですね。でそして、レングス自体は上げられている個体になります。耳はつかない個体ですね。かなり色残りの濃い個体ではあるんですけれども、リーバイスに比べてちょっとだけブルーみの深い、リーらしい色なんではないでしょうか。実寸サイズでこちらウエストが33インチ、レングスが31インチとなっております。お値段が、25万8000円と消費税です。で続いてこちらリーのスペシャルですね。こちらは、101のボタンフライタイプ 101B です。そしてこちらセンター赤タグで3段の刺繍タグ、こちらは40年代ですね。はい、かなり古いものになります。レザーパッチ、ちょっとクシュッとなってはいますがしっかり残ってます。そしてもちろんピスネームも残ってます。 MR レジスター等も入りません。コンディションがかなりいいですね、こちらは。そしてこちらレングスはオリジナルですね。そして片耳のつくものになります。はい、耳つくってだけで D の中ではかなり嬉しいポイントなんじゃないでしょうか。バックポケットのレイジエスステッチ、抜け等も一切ございません。かなりコンディションがいいです。そしてウエストが33インチ、レングスが31インチとなっております。こちら40年代の101、お値段が39万8000円と消費税です。続いてもスペシャルが続きます。こちら年代は浅めになるんですが、リーの Q11A ですね。リーのカバーオールです。サイズ表記のタグはちょっとコロコロとなって読み取れなくなってしまってはいます。かなり色味の深いものですね。そしてこちらですね、ピスネーム、レジスターと MR が入ります。70年代に差し掛かってはいると思うんですけれども、この色味ですね、かなり濃い濃いです。そして大きめサイズ、こちらは44インチぐらいはありそうですね。僕はかなりゆったりと着用できます。はい、Q1J です。年代が浅めの分かなりお安めです。5万9800円と消費税です。そして続いてこちらですね、ミリタリーのカバーオールです。はい、US Army のカバーオールですね。40年代です。そしてこちら、ステンシルでこちら入ってますね。こちらミルスペックのタグだとは思うんですけれども、印字自体は読み取れなくなってしまっております。アーミーのアルミボタンですね。すべてオリジナルで完品です。はい、こちらもミリタリーのデニムっていう色してますね。この薄手のミリタリー特有のデニム、かなりお好きな方多いんじゃないでしょうか。僕が合わせてみるとちょっとゆったりするかなといったサイズ感になります。この辺は競争率かなり高いアイテムじゃないですかね。お値段が19万8000円と消費税です。続いてラストですね。今日かなりスペシャルばかりです。はい、こちらですね、タグがちょっとくしゃっとなってしまってはいるんですけれども、ブラウンズビーチのこちら三角タグですね。そしていわゆるゴマ塩と言われる定番のパターンですね。スナップのボタンで、はい、刻印がしっかり入ってます。三つポケで襟のつくタイプですね。はい、胸ポケットがかなり下の位置についてます。コンディションはもう言うことなしって感じですかね。若干のシミとか焼けはあるんですけれども、この色味なので気になる方はほぼほぼいないんじゃないかなと思います。僕が合わせてみていい感じのサイズ感で着用できます。ブラウンズビーチお探しの方多いんじゃないでしょうか。お値段が19万8000円と消費税です。本日の商品紹介は以上となります。今週末の土曜日にベルベル人遊歩道店で入荷がございます。そちらの方も店頭にてご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。